南アメリカ南端部の地図。ディエゴラミレース諸島は、南緯56度と57度、整形68度と69度の線に囲まれた場所にある。ディエゴラミレース諸島の地図ディエゴラミレース諸島は、ホーン岬の南西約 100km、イルデフォンソ諸島の南南東 93km の、ドレーク海峡内南緯56度29分、整形68度44分に、 南北 8km にわたって存在する諸島。名前は、スペインの航海誌、ディエゴ・ラミレス・デ・アレジャーノから、チリのマガジャネ・スイデ・ランタルティ・カチレーナ州に属している。幅 3km の海峡で、6つの小島からなる北側のグループと、それより大きな南側のグループとに分けられる。1619年2月12日にアルシアデ・ノダルの探検隊によって、初めて発見された。 1775年にサウスサンドウィッチ諸島が発見されるまでの156年間はディエゴ・ラミレス諸島が基地の陸地の中で最も南にあるものであった。1951年にゴンサロ島に地理気象庁の速攻所が建てられた。ディエゴ・ラミレス速攻所、ありがとうございます。